頭蓋骨をやや髪型から眺めた動画。後頭骨は赤、それ以外の骨は透明にして示してある。大後頭骨と呼ばれる大きな穴が見える。後頭骨は頭蓋骨の五下部を構成する骨の一つであり、哺乳類における脳頭蓋骨部を形成する骨である。形状は皿状台形で歪曲しており、大後頭骨と呼ばれる大きな楕円形の開口部が 特徴的に見られる。発生学的には、膜性骨とされる。人の後頭骨は、頭蓋の甲下部に位置する骨で、台形で曲がっている。大甲頭骨と呼ばれる、大きな楕円型の穴が開いており、頭蓋空と、脊柱間とを結んでいる。主に甲頭鱗、底部、外側部の三つの部位に分けられ、大甲頭骨の後方にある曲がった、広いタブを、甲頭鱗といい。 正面にある、やや四角形の部分は、底部、両側を、外側部という。大高等校の髪型、及び後方に位置している。高等鱗は、上下から前後に曲がっている。外表面は、突面で、骨の上端と大高等校の中間に、顕著な外高等隆起がある。外高等隆起から両側に二つの曲線がある。一つはもう一つより小さい。 大抵は薄い上側の線を最上高線といい、棒状腱膜がついている。下側は上高線と名付けられている。最上高線の上部は後頭平面といい、後頭筋がつく。また、上高線より下方は後平面といい、いくつかの筋肉が荒く、不均一についている。外後頭隆起から大抵の場合を合い外高頭量が大後頭高まで下に伸び、 後人体を持つ。外高等量の中間付近で下工線が横切る。いくつかの筋肉が後頭鱗の外部の表面につく。上高線は後頭筋や相棒筋の騎士であり、強鎖入突筋や頭板上筋の停止である。上高線と下工線の間に頭半極筋や上、頭斜筋が停止する。下工線の下で大後頭直筋と、 小高等直筋が停止する。あと関心高等膜は大高等高の後部から側面の部分についている。内部表面は深く凹面で十字粒気により四つに分けられる。上部の二つは三角形で大脳の高等葉が入る場所である。下部の二つは四角形で小脳半球が入る。十字粒気の交点は内高等粒気という。十字粒気のうち、 内向頭隆起から髪型に伸びるものは骨の幽閣に向けて伸びる。そして片方に上や上道高後部にある四上校がある。十字隆起の下側は著名で内向頭梁という大向頭籠の近くでにさに分かれて小脳釜につく内向頭梁の上部では小さなくぼみが時々見られる小脳チューブの一部によって締められるのでバーミアン発作という横側の溝は 両側とも内向とを隆起から骨の側面まで伸びる。これを横動向と言い,い、その顕著な円が小脳テントにつく。右側の溝は左側のそれより通常大きく上矢上動向から連続している。しかしながら例外も珍しくなく、左が大きいこともあればほとんど同じサイズのこともある。上矢上動向と横動向の結合する角は、 静脈動公海といい、その位置はある側か、その反対側にある、沈下状態にある、内向等流気によって示される。ありがとうございます。